今東京都から最大300万円の補助金がもらえるって知ってましたか？ベースラン一周してみましたところ、随分かかってるな。25秒。これね、すごい頂き物の時計なんですけども、ストップウォッチ機能がちゃんとついてて、心肺機能維持のためにはね、お散歩中思いついたら全力疾走するっていうのも実は大事なんですよね。今ね、普通の野球の一塁ベース二塁ベースってもありましたけど、25秒か、今度逆走で測ってみますね。ありがたいね。ちょっと縮みました。まあこれなんだろう、少年野球とか用の距離になってるので、プロと高校野球とか厳密に距離が違ったりするのかもしれないんですけども、今ベースとか設置されてないんで、ホームベースはバチッと植え付けてあるんですけど、備え付けてあるんです。布のね、四角いベースは場所のポイントがちゃんとあるんで、もう一回見てきますね。
今東京都から最大300万円の補助金がもらえるって知ってましたか？25秒いくつって感じですね。でもなんか一周回ってみて、毎朝やってるダッシュって自分結構いや距離こなしてました。ちょっとね、近々東京体育館の近くで陸上競技、いろんなタイムを測ってくれる、一般の人でも測れるのがあるんで、100メートル走とか、測ってくれると思って、いかにね、お散歩健康増進に役立てるか的なのを何気なく指導している動画なんですけど、実は心肺機能維持っていうのは知っとかないと、まあ、人生全般にまずいことになるよっていうのがなんとなくお伝えしたいところでありまして、今日は思わずね、この FIG って何で有名なメーカーのダミーなのかもしれないけど、リゲ、後で調べよう。多分結構有名なウォッチメーカー、いただき物の、これ安いバージョンなんですけれども、いただき物、ありがたいいただき物ですね。ふと思いついて、そんな今日の最高の商用をあなたに、スカイツリーとともに。